www.videonews.com。こんにちは。こんにちは。今日2012年3月の2日金曜日、これが568回目の丸劇になります。それで、今日は、ちょっと改めて、原発問題の、僕はどちらかというと一番核心の部分に近いような議論もここにあるのかなと思っているテーマなんですけれども、なんか今日のテーマで宮根さんの方から先に言っとくことありますか。僕たち、丸劇はね、3.11 の前から原発については議論をしてきましたよね。例えば核燃料サイクルシステムは回っていない、そして今後回る可能性がないということも話してきましたよね。で、しかしそうしたことはすごく一部のメディアを除いては、だからつまり国民たちはそういうことをほとんど知らない状態だったので、クレーンが落っことしちゃったんだよ。文字の話はね。で、六ヶ所村がほぼいっぱいになってるので、各原発の建屋の中には、原子炉の横に四式貯蔵と言いますけれど、未使用ないし使用済み核燃料の熱いやつが残ってるので、原子炉が止まろうが津波が襲えば浜岡も大変なことになるっていうことを、今も4号機水は一番そういう意味では危ないんです。そうですよね。そういう問題で、もちろん絶対安全神話なるものもね、基本的にはありえないはずで、最近民間の事故調の報告書などが出て明らかになってるけど、原発の事故ないし災害と天変地異、例えば震災なら震災が同時に起こる可能性を想定していないとかありえませんよね。でもちろん行政としてありえないだけじゃなくて、それを指摘しない政治もマスコミもおかしいんですよね。もちろんそれを議論してきた学者さんなどは随分いたはずなんですけれどもね。ということで何だったのかってことですよね。これは無理なんじゃないか、ダメなんじゃないかっていう議論が、しかもそれなりに合理的な議論が全てスルーされ、あるいは封殺されてきたということですね。で、やっぱりこれだけの事故があった時に、どれだけそれを明らかにできるかっていうのがこの次のことを考えるので非常に重要だったわけだけど、事故期間を含むはずですね、それわけだけど、当然それをなんとか覆い隠そうとする力っていうのはね、今までいろいろと大事なことを隠してきたり、あるいはメディアが報じないような仕組みを維持されてきたということもあって、なんとかそれを覆い隠そうとする力が働いたと。でそのおそらく一番それが明確になんていうんですかね、ぶつかり合う場面っていうのが今日 のゲストの、方が一番、力を入れてられたその東京電力や政府 の統合本部っていうのが、原発事故対策統合本部っていうのができたんだけど、そこが基本的には情報発信の場になってるんですよね。で そこの場で、実際はすごく会見がまた長いってこともあって、多分全部を見てる方ってあんまりいないんですよ。中継はされてるんだけど、ネットメディアが中継いっぱいしてるんだけど、さすがに毎日全部見るっていうのは記者側でも毎日行くのがもうしんどくなるっていうくらい大変でしたから。なのでそうすると部分的につまんだものしか見てなかったりするとね、マスメディアは一番大事なところは例によってまた避ける傾向もあるので、そこで何が隠されてきたのかっていうことをね、一回きちんと聞いとかなきゃということもあって、今日は、このゲストの方を、スタジオに、おいでいただきました。前にも一度出ていただいているんですけれども、前回は2008年の7月ですね。これ実は NHK の番組改編裁判の時にの後にですね、ちょっとそのことを一回総括しましょうということで、バウネット側、訴えた NGO 側の代理人を務められていた泉和夫さん、弁護士の泉和夫さんです。泉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回もメディアの問題ね、話しましたけど、結局メディアの問題が結構大きなことを
してかしちゃったような感じですね今回ね。そうですね、うん、あのもう早くメディアの問題が解決できてれば今回もう少しメディアがもう少しいい対応ができたんじゃないかなと思うんですけども、うん、そういう意味ではあのせっかく民主党政権変わってメディアが変わるチャンスがあったんですけれども、うん、まあ、そこを見逃したっていうのは残念ですね、まあ、あの裁判も結構残念な裁判でしたもんね。あのその番組についてまたあの、再放送をするようにしますので関心ある方はぜひ見てください。それであの、まあ、泉さんはもう最初に多分皆さんにお伝えしておいた方がいいと思うし、あと、まあ、ご存知の方もおられるかもしれないけれども、まあ、まず最初に私とは結構もう古い付き合いで、あのそうですね、これはちゃんと言っとかなきゃいけないと思うので、あの一度ビデオニュース .com、まあ、日本ビデオニュース株式会社があのヤフーの子会社で、あのヤフーに広告連動型広告を出すサービスを行っている検索連動型広告を出すあの会社でオーバーチャーという会社が、今は結局ヤフーの一部になっちゃってもう今は統合されていると思いますが、オーバーチャーという会社があって、そこが、まあ、我々がまあ、まさにこういうような感じのキーワードを弾かれるっていうことがありましてね、あの、まあ、特にその時原発は問題になってなかったかもしれないですが、それこそあの憲法9条とか天皇制とかそういった類のキーワードを入れると、まあ、私たちが番組で扱ったので純粋にそれを扱っている言葉として入れたら、それがその広告は不適切だというふうに弾かれたっていうことがあって、それでその、弾いたこと自体が不当であるっていうことを文句言ったら、うちとの取引をあの辞めるって言われたってことがあったんですよね。でその時に、まあ、あの実際に、オーバーチャーを、訴えた時に、あの泉さんにと、もう一方言われたんですけど、弁代理人になっていただいて、あれもなんかまたひどい裁判でしたね。そうですね、うん、裁判官自体が全く仕組み分かってなくてね、インターネットにこうアクセスしたことがないんじゃないかって感じですね。全く分かってない方で結構、まあ、あの二審で、あ、動画だったんですかって言われたっていうことがありましたよね。まあ、もう今はもうそれぐちにいませんけれども、で、まあ、そういう関係が もともとあった方であるということは一応まず皆さんにお知らせしておきます。それからあのもう一つは、あの泉さんが実は去年のですね5月の、まあ、あれだから正確に25日ですか、23日に最初に、はい、あのまあ、その健康診断した結果、それこそあの非常に進んでいる胆のうがんであるというふうに、はい、あの診断されて、その時にとにかくあの余命半年というふうに言われたっていう、そうですね、僕もだからあの検査の日にあの東京女子大を伺った、ですけど、まあ、全然元気そうではあったんだけど、まあ、本当にびっくりして、でなんですがもう今1年近く、ね、10ヶ月元気なんとかまだやってます、うん、はい、でまあ本当にね、その泉さんが、まあ本当、まあ、私から見れば自分のもう本当こう命を削るようにしながらこの、東電の、まあ、東電のというか、原発事故の統合本部のですね、事故対策統合本部 の記者会見にあのずっと日産されたで、日産されてあの非常に、まあ、厳しい、あの向こうが隠したいところっていうのを厳しくその追及されるということをやられたので、あのやっぱその日泉さんの話をとにかく聞いとかなきゃということで、今日あの若干あの健康が心配だったんですけど無理言って今日は来ていただきました。でも、はい、あの元気そうで、そうですね、はい、今日は元気なので、はい、お話しさせていただきます。あのよろしくお願いします。はい、それでね、もう本当に早速本題に入りたいんだけれども、あのまず最初にちょっとあのなんで泉さんその、まあ、多くの方が思ってるかもしれない、突然その、弁護士の泉さんが、その東電のあるいは、対策本部の東電のって言うとちょっと語弊ありますね、あの途中から細野さんがむしろ主役になったりしてるので、まあ、政府東電の記者会見にあの、まあ、本当に毎日出るようになられたんですか。最初はその会見のあり方が、はい、メッツで見た時にですね、とってもその不正が感じられなかったわけですね、うんうん、東電の単独の会見だったんですけれども、はいはい、本来こう言葉でではなくて文章を配ればそれでいいような細かい数値なんかを口頭で説明するとかですね、はいはい、もうそうやって時間稼いだとかして、うんうん、もう全くこう信じられないような、うん、状況だったので、まあ、最初に社長宛てにこう抗議文を出したんです、はい、でそれでたまたまその抗議文を出した同じ日に、これが16日だったんですけれども、あ16日ですかね、それで
等での会見を見学しようと思って、あの NPJ というそのインターネットのサイト、ご自分でネットを使って情報の発信されてるんですね、はい、そうですね、はい、仲間と仲間と一緒にね、はい、それの、まあ、メンバーと一緒に見学に行ったんですね、はい、そしたらあのいわゆる記者クラブのメンバーしか入れないのかと思ったら、うん、入れた上に質問までできちゃったんです、はいはい、でそれだったら質問して自分で不明点を聞いた方がいいなと思って聞いてるうちにもう全然出てこないわけですね、重要な情報が全く出てこないのでこれはひどいなと思ったので、まあ、なんとかこう引きずりでしかも当時そのもうすでに皆さん疲れてたのかどうか分かりませんけど、うん、記者の方がですね、もうなんか突っ込まないんですあんまり、うん、でですのでこう突っ込んで少しでも情報を出そうという思いから、まあ、行き始めて、うん、それがずるずるとこうまあ、知った以上、まあ、引き下がれないなみたいな感じになっちゃってですね、うん、まあなんとなくっていう感じですかね、はい、うん、で実際どうだったんですか、まあ、今個別にはこれから伺っていこうと思いますけども、うん、まあ、質問をしても、まあ、答えない、はい、それでまたさらに追っかけ質問したりしても結局じゃああれですか、まあ、清水さんも関係で何回か言われたけど、あの後ほど答えるって言ったまま答えないものがあるとかね、はい、あるいはまあ時間が来て打ち切られるとかっていうようなことがあるっていうようなことを、あの会見の場で実際に抗議されているのを僕はも聞いてますけど、やっぱり扱いはそういう感じだったんですか。そうですね、うん、最初のうちはその、まあ、名前もすら言わなかったですね、もうわーっと こんな状態で、うん、もう声の大きい人がこう質問して、うん、そうでしたね、状況ね、はい、まあ、その中では別に我々も、まあ、それに入っていけばよかったんですけども、うんうん、そのうち広報側がですね手を挙げて名前を言って一人ずつ順番にマイクを使って質問していくよっていうことになって、そういう状況になった時、当初私はほとんど指名されなくなっちゃったですね。あ、東電側が指名をするっていうことになるわけね、はい、質問者ね。そうなんです、うん、で時間が来てもう今日は終わりですというような状況が続いて、うんうん、かつその後もあのだんだん時間が延びて、特に統合会見になった後は、うん、まあ、細野さんは、うん、あの質問をする人がいる限りはやりますと、はい、というふうに言ったので、はい、まあ、3時間も4時間も4時間もなりましたね、なりましたので、まあ、その時はさすがに当たるんですけれども、うんうん、でも結局そのまあ、細野さんとかそういう政治、まあ、細野さんですね当時はね、うんうん、細野さんはそれなりに誠意を持って答えとはするんですが、うん、やっぱり官僚であるとか当然の方からの答えっていうのは、うん、やっぱ十分なことは、まあ、なかったですね、うん、はい、事実と違う、うん、やっぱり回答っていうのはいくらでもありましたし、うん、はい、その中で藤見さんが一番こだわったところっていうのはどういう点だったんですか。うん、私がやっぱりこだわったのは健康被害、うん、結局100ミリシーベル、20ミリシーベルト問題がありましたよね、はいはい、工程の、はいはい、あの時にその安全委員会の説明が、はい、一定程度以下のその線量だと健康被害出ないんだというようなことをですね、やっぱりポロポロ言うんですね、はい、でこれはそうじゃないだろうと、やっぱり低い線量でもやっぱりそれなりに被害が出ると、はい、被害が出るんだけれども、その被害が出たことを社会的に許容できるかどうかっていうのはまた別の判断が必要なわけで、科学的な判断の中にそれまで織り込んで、これは大したことなくて社会的に許容できるんだからということを解釈して健康被害ないんだと、そういう言い方をするのはとっても間違いなので、そこは非常に断りました。はい、ちょっとじゃあ個別にね、はい、まあ、東電があるいは東電政府が、ですね、まあ、何を隠そうとしたかっていうのをちょっと見ていきたいんですが、一つ、まあ、これはもう結構ご存知の方が多いと思いつつ、あの、まあ、多分丸劇の視聴者の方はご存知の方が多いと思うんだけど、世の中でどれだけ認識されてるかちょっと不安なんですけどね、このメルトダウンというのがあったかないかっていうようなその、まあ、問題ですね。でちょっとこれ、まあ、ご存知の方もいるかもしれないけど一応言っておくと、実はあの、この記者会見で保安員の原子力安全保安員の中村審議官が、もうこれ翌日の段階でしたっけ、12日ですね、12日の段階で、まあ、事実上その、まあ、メルトダウンという言葉は使ってないものの、溶融という言葉を使ってメルトダウンを実は認めていたんだけども、で、まあ、これ中村審議官は
元審議官は否定してるんだけど、それでそれきりその役から降ろされてしまったという問題がありましたね。でそれでまあ、これを、まあ、一応年表というか時系列に並べたんですが、どの辺が泉さんから見てまずポイントになりますか。そうですね、まあ、ここはもちろんはっきりですよね。西山さんになってから急に、はい、余裕はないという話になったんですね、はい、うん、そうですね。ですからここの流れでいうとやっぱり中村さんが、この発言した後交代してますね、はいはい、で野口さんも非常にこう私はしばらくやるんですよと、はい、担当するんですよと言いながらも、はい、またすぐに変えられてるんですね、はいはい、で野口さんは前の、どこでしたっけ、柏崎の時にメディア担当やられたんですね。担当されて、はい、非常に慣れてる方で、はい、この時も非常にこうフランクにお話をされて、はいはい、この方だったら非常にいいんじゃないかなっていうような雰囲気で、はい、されたにもかかわらず野口さんもその露心要因については否定はしなかったわけですね、うんうんうん、その会見の中で、うん、そうするとすぐに変えられてしまった、うん、この辺で、当初その事実をそのままに言うという、まあ、スタイルから、はい、何かこう事実をできるだけ矮小化した方向で発表していこうというような流れがだんだん強くなっていったんではないかなという感じがします。皆さんが一番覚えてられる西山さんっていうのがここで13日に、はい、まあ、3人目 4人目ですか、そうですね、3人目ですか、4人目ですね、4人目としてついて、で西山さんが、まあ、要するにメルトダウンを否定するという役回りで入ってきたと。それまでの方は基本的には否定もしてないし、中村さん中村さんでしたっけ、はい、中村さんに至っては事実上余裕という言葉まで使ってるので、はい、でまあ後から分かったことだけど、実際にもうここでもう実際に余裕が起きていたということは今になって認めてるわけですけど、ここで明らかにだからそういうことを言う人間を降ろそうと、これは東電というよりもむしろじゃあ保安員の問題ですね、だと思いますね、保安員の問題ですね、はい、でまあ当然この方々も官僚の人生がこの先もあるから、そのせいで降ろされたとは絶対認めないでしょうけれども、まあどう見ても不自然な、でしかも、この方はこれからしばらくやるっていうふうに言って、野口さんですぐに交代になってるっていうようなことと、で実際西山さんその後ずっとやられてるってことを考えても、まあ、やっぱり要求を認めると審議官にとどまれない、否定しないとかね、うん、そうだからそこはもうあからさまというか、こう、まあ、ある種厚顔無恥にとにかく否定できる神経がないと、うん、この役は務まらないということで、だから本当はだからこの人事を誰がやってるのかっていう問題ですよね。本当はね、まあ、この時大臣は楓さんですけど、おそらく大臣判断ではないでやられてるんでしょうから、それをそれ認めたっつったら交代だって言ったっていうのがね、まずどうかと。で結局まあとはいえもうその後爆発とかがどんどん起き始めちゃったわけですよね。うん、で3月になった段階で、要求の疑いから損傷に。さらにそうですね、結局まあ、保安員も結局要求から損傷という言い方をする、さらにステップダウンしちゃった感じなんですね、東電もそういう言い方をする、はい、でどんどんそういう方向になっちゃったんですね。損傷ですよ宮根さん、もう溶け落ちて電流が溶け落ちて多分メルトスルーしてるのに、この辺はもうすでに損傷というになったと。うん、でまあ、あとレベル5がなんだかんだっていう話も、まあ、随分ありましたね。結局1ヶ月かかったんですね、レベル7でやるというふうに、外にも出てきてるっていうことを認めるまでですね。うん、結局外に出てる放射性物質の量というのは、うん、ある程度も当初の段階で分かってたわけですから、うん、もうレベル7になるっていうのは分かってたんですね。うんうん、これはまず、まあ、このメルトダウンだけではないですけども、これを通じてどういうことがその泉さんから見ると言えますか、このやり取りですよね、うんうん、結局そのメルトダウンっていうふうに言うと、そうすると、まあ、避難の状況っていうのはそれで今の状況で足りるのかどうか、当時の問題が出てくると思うんですが、そこをやはり、問題化させないためにメルトダウンという言葉、あるいは要求という言葉を、まあ、封殺していったということなんじゃないかな。だからそれはどうですか、隠し通せると思ってたんだと思います、それとも
とりあえずもう場当たり的に今は認めたくないからただ先送りしてたっていうような感じなのか、その辺の印象はどうですか。個人的にはこの場をしのげばいいということだったと思います。結局いずれはメルトダウンしてるってことはバレますよね。まあ、バレるでしょいくらでも、はい、なのでとりあえず避難をしなきゃいけない当初の3月末4月初旬ぐらいまでの間を乗り切って、それでまあなんとかその避難させないでそのまま乗り切れば、あとはまあ認めても仕方ないと。あと IAEA の施設なんかもありますから、そうするとどうせそこは認めざるを得ないということだったんじゃないかなというふうに考えます。野上さんどう見ますか。これ結局それによって本来起きていることよりも小さく見積もられるわけだから、当然避難とかが遅れるとかね、まあ、ちょっとこの後でスピーディーの問題も出てきますけれども、結局それも含めてスピーディーだけの話するとなんかね、なんで出さなかったんだって言うけど、そもそもメルトダウンしてないんですから、そもそもスピーディーの情報出さなかったなぜだって言うけどね。だからそしたらスピーディーいらないですよね。変な話メルトダウンしてないんだったらねっていうことになりますよね、うん、だから結構これ大事なんですよ。だから本当はあのね、中村審議官審査官以下のね、審議官以下のね、活動を見ても分かるように、それなりに対処コミュニケーションをしようとされた方はいらっしゃったはずなんですね。しかしまあ、これは昔の大本営発表なんかでよく似ているし、帝国陸軍の参謀本部の動きなんかともよく似ているけれども、やっぱ空気を作り出す人間がいるんですよ。それはおそらく、この人たちの上司の上司、どのレベルなのかは分かりませんけれども、でそうすると何が起こるかといえば、結果としてそのどの道短期であれなんであれですよ、カッコつきの組織防衛に資するようなコミュニケーションをする人間しか、まあ、発言を許されない、そういう空気になったんでしょうね。それは、まあ、例えばよく言われる官僚たちのね、あるいは官僚組織の無ビュー原則、間違いがないと、間違いを認めるようなコミュニケーションはしてはならないと、ね、でそれをするのは IAEA だったり東電だったりであって、保安員はしないと。他の人にやってもらおうってこと、まあ、そういうことだと思うんですよね。だから自分たちの行政が間違っていたということを認めざるを得ないようなコミュニケーションは自らはできないということですね。これどうですか、後になってからねまあやっぱりごめんなさい、やっぱりメルトダウンしてましたって話になると、結局実際にそのやり取りをされてきた泉さんや他の記者たちはずっとこの間、まあ言ってしまえば騙されてたっていうことが後で明らかになるわけですよね。でそういうそれが明らかになった時に、その彼らがもう一回そのメディアとその、まあ、対峙する時にですね、何か謝罪なり、あるいは何か態度の変化なりっていうのは起きるんですか。結局ですね、彼らの説明は、我々は容疑の疑いを完全に否定はしてませんでしたと。損傷の疑いの中には要求も含んでますと。損傷というのは形を整えたまま損傷している場合もあれば、もう溶けてしまった損傷もあり得るんですと、こういう言い方で逃げたわけですね。まあ、じゃあ霞が関文学、その通りですね。これでいける、逆に言うとだから将来のことまで想定してその言葉を用いたっていうこと、じゃあもう確信犯だっていうことですね。そうですね。では もちろん悪いとも思ってるはずもないと。ただ同時にこれでもし避難が遅れて被爆をしたということになるとね、あとのスピーディーとも絡んで、やっぱりちょっとそんなに簡単な話では済まないというか、実害が発生している可能性も十分にあるのだから、例えばその後にまあ一番極端なこと言えば刑事訴追を受けるリスクとかっていうのは本当に考えないのかしら。つまり自分たちの発表によって避難をすべき人たちがしない可能性って当然あるでしょう。でいくらまあ官僚人生自分が可愛いとはいえですよ、そこまででもせいぜいまあ行政訴訟で終わるだろうということですよね。だって官僚の組織内の人事であり、でその中での振る舞いですからですね、自分が勝手にやれるわけがないということになりますよね。メルトダウンをどうしてもとにかく認めたくなかったっていうのは、なんでなんですか。まあ、その他のいろいろなものが出てきてるとか、弁当とかね、水素爆発とかっていうのはもう認めてるわけじゃないですか、はい、なのに、まあ、変な話
メルトダウンしてないのに水素爆発するっていうこと自体が本来は、はい、ありえないわけだけども、うん、でもメルトダウンはとにかく認めないっていうことで2ヶ月5月でしたっけ、メルトダウンを認めるのはここですよね、5月12日でちょうど2ヶ月かかったのね、はい、丸々で、そのメルトダウンだけはとにかく認めたくないというのは何があったというふうに先生思います？結局やっぱりその事故が、まあ、事故 の、 その事実よりも過小評価させて、先ほど繰り返しになりますけれども、やっぱり避難を現実にするだけの、まあ、体制ができてないから、避難をさせないためにはどういう説明をするかっていうことに多分なったんじゃないかと思うんですね。そうすると遡っていくと、メルトダウンということをやっぱ使うと、まあ海外ではメルトダウンしてるっていうふうにどんどん報道されてるわけですから、うん、で、アメリカなんかは80キロっていう話、うん、メルトダウンを前提に言ってたわけですから、うん、そうするともっと避難しなきゃいけないじゃないかって話にどうせなりますから、うん、それを防いだんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うんですね。それは何とも言いようないですけども、直接聞けるわけでもありませんので、うんうん、はい、だから最初1キロで3キロで10キロででしたっけ、で20キロになってで30キロになったっていう、徐々にやっていけばためにそうやって時間を稼いだっていう、そういう考え方なんですかね、やっぱり。社会心理学にね、認知的整合化の理論っていうのがあって、まあ、典型的なのはフェスティンジャーの認知的不協和理論というものですけれども、簡単に言えば自分にとって都合のいいように物事をですね、ねじ曲げて歪曲して解釈するということですよね。で、当たり前だけど、例えば、官僚組織であれば自分たちの行政に間違いがあるみたいなことを言ってしまってはとんでもないことになるということがある。で、これ幸いとね、東電が副社長とかがですね、余裕はないとかっていうふうに言っていると、おそらく東電からですね、もちろん細野さんに対してもそうですけれども、保安員に対してどれだけ情報が言っていたのかも非常に怪しいですよね。でそうすると、その東電がそういうことはないって言ってるんだから、ないということだよっていうふうに、ご都合主義的にね、解釈するということがあると思います。で、でも何よりもやっぱり重大なことはね、ことを小さく見せようとするっていう心理が、もちろん東電にも働いているし、組織防衛の観点から行政組織にも働いていて、で少しでも小さく見せることに役立つようなですね、リソースだったら何でも使うっていうふうな感じに多分なってたと思うんですね。でその結果として、僕らも言ってましたよね、20キロ圏とか30キロ圏といったような半径で決めるような、その基準は、これは爆発的事態を想定した時の避難の可能性、ね、つまり避難の速度に言及するものであって、実際すでに飛散している放射能を回避するっていうものではないっていうことを、ここでもね繰り返し申し上げてきたんですけれども、まん丸く広がっていくわけじゃないからね。そうですよね、風があるわけだね。繰り返し、例えば飯田哲成さんもね、リアルタイムのですね、モニタリングポストの計測データを絶えず公表して、どこが危ないからどこか逃げろっていうふうに言い続けるのが、本当に当たり前の国際標準的なやり方だけど、もちろんスピーディーデータの問題も騒がれていますけど、そうしたことをしなければいけないと考えた政治家や行政官僚や東電の職員はいたのかもしれないけど、少なくともそういう意図を現実化した人たちは誰一人いなかったということですね。ちょっとこのメルトダウンのにちょっと付随してね、ひずみさん、ERSS、緊急時対策支援システムですか、そのデータも実際は彼らは持っていたのにないという言い張ってたっていう話ですね。ちょっとそこを簡単に経緯説明していただけますか。東京電力の、はい、東電の話、これ東電ですね、はい、結局東電に対して私はその周辺にですね、どういう形でその放射性物質が広がっていくかということについて、質問を何度かしたことがあって、はいはい、当初はちょっと準備してますと、いうような説明だったんですが、どうなったんですかって話を聞くと、いや、
ちょっとちゃんとデータが取れなかったとかですね、最終的にはそういう質もありませんと、どん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 後退していって、我々としてもその場にいるのが広報の担当者であって直接の責任者じゃないもんですから、あの時はあんたあるって言ったじゃないかって話をしても、結局その説明が間違ってました、すいませんって言われたいばそれまでの話で、結局お任せしちゃったわけですね。で、今回その民間のそれを見ますと、自己調見ると、はい、やっぱり東電の方からこういうふうに拡散していくんですというような説明があったというふうなことが書いてあるんですね。そういうシステムがやっぱりあったんだなということは、まあ、はっきりしてると思うんですね。結局会見の中ではそれはなかったと最終的には説明しました。結局 ERSS という、これは緊急時対策支援システムっていうので、はい、いろいろな解析がなされていて、でそれが実はまあかなり実際の起きたことに近い解析が実はもう直後からできていたと、はい、でそれが、まあこの菅首相にも、それに基づいて警告がされていたし、ということが後から分かってるんだけど、外に対しては一切そういうものはないというふうにずっと答えた。それはそのまま官僚が公が持っている、まあ、ERSS と、うん、それから東電の持っているものと、我々は最初東電の会見にしか出てなかったんですから、うん、東電に対してそれを聞いたわけです、ね、うん、そうすると東電はあるって言ったんだけど、最初はあるって言ったんだけどないって言って、結局結果的にはあったと類似のものがですね、うん、で今度はその官僚側が持っているその ERSS、 公が持っている ERSS の方については、これは我々はその会見当初出てなかったんで、どういう説明があったかってことははっきり分からないんですけれども、読売新聞なり、ごめんなさい、読売新聞じゃないな、ERSS については共同通信ですね、そんなにその当初着目されてなかったわけですね、その存在自体が。でそういう重要なものがあるということについて、我々は分からなかったし、政府に対してもきちんとした説明、つまり政治家ですね、うんうん、官僚から政治家に対する説明も十分になされてなかったと、うん、当初 1,2 回こういう状況ですと弁当するにあたって必要なデータは出たようですけれども、それ以降避難に必要なそのこう変形した、こういうふうに拡散していきますよというようなものは示されなかったと、示されないまま円形の避難の区域が決まっていったということで、それは本当に重要な問題だと思います。結局後から分かってきたのは、もう3月11日の事故直後から、まあ、その ERSS なんかのデータをもとにしてメルトダウンの可能性がもう非常に高いということは、はい、東電も保安院も十分に認識していたっていうことが今になって分かったわけですよね。はい、そうですね。でそれをずっと否定し続け、まあおとぼけみたいなことをしてきたっていうことが今になって分かったと。このね、この押泉さんのこの5本に書いて、この30ページに書いてあることはね、随分後になって斑目春樹委員長、まあ、原子力安全委員会委員長がね、はいはい、自分たちは分かっていたと。メルトダウンを少なくとも2号機はしていて、1号機も3号機もそういう恐れがあるということは分かっていて、保安院にちゃんとした認識を持てと、制御棒は形を取っている可能性があるとかっていうとんちんがなことを言うなっていうふうに言ったと、多分言ったんだと思いますけれども、それをなぜ記者会見で国民に言わないのかっていうところにね、一つ問題がありますよね。つまりいろんな事実かもしれないことを認識しているわけだけれども、国民に言わない、でそれは当たり前だけど、現象としては国民の健康被害を考えていない、ということになるんだけど、国民の健康被害よりも重要なことがあったということですよね。まあ、しかも俺はちゃんと注意したんだっていう後から言ってるっていうね、うん、内部では注意をちゃんとそのことは注意したんだっていうことを今になって言うっていうのは、うん、まあ本当にありえないですよね。それじゃ意味ないですからね、それでもね、うんうんうん、まあちょっとだから聞けば聞くほど泉さんの話もあるいはご本もそれから今回の事故調もそうだけど、もう3月11日の段階でインナーサークルは今分かってることが全部分かってたっていうことなのに、さっきのような会見をやってきたっていうことをね、ちょっともうちょっと我々今真剣に受け止めないといけないんじゃないかと、うん、だからまあそれ例えば斑目
その安全委員会のね委員長の言い方を僕なりに解釈をすれば、確かに言ったんでしょうけど、それはインナーサークルで許容されるそのギリギリの範囲の中でものを言っている。だからインナーサークルを無視して国民に対して言うということは到底考えられない。つまりそういうコミュニケーションのフレームの中に斑目委員長はいたということで、私もインサイダーでしたって言ってるだけです。その通り、そうです、うん、でそこが非常に特徴的なコミュニケーションですよね。いや、まあ、だから一般の市民という、まあ、概念そのものが存在していない。まあ、この報告書でもね、斑目さんがもう菅さんに水素爆発はないっていうふうに言ったのに爆発したからもうどうしようもなくて、うん、ああ言いながら頭を抱えてたっていう描写がこの中にあるんですけれど、まあどうしようもないですね、ちょっとその話はね。ちょっとね続きましょう。まあじゃあまずメルトダウンというのをめぐってそういうことがあったと。それからもう一つ、今度はまあこれもちょっと悪名高き、スピーディーですね、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムっていう、またこの五郎舞子と合わせてスピーディーっていう、あのいい名前にしたんですけど、まあスピーディーが、まあ、全くスピーディーに なさなかったっていうことなんだけど、これについてはあの泉さんの方から何か説明していただけることありますか。そうですね、これについてはあの当然その担当していた記者は、うん、こういうものがあるということは事故の前から、うん、知ってたわけですね。ですのでこの3月の15日の段階で読売新聞の方に誰かがリークをして、スピーディーが当時使えなかったんだということをまず報道させてるんですね。不具合っていうことを 流させたんだ、はい。で直ちにその運用している会社の方では、いやそんなことありませんと、不具合なんかありませんと、きちんとあの今分かっている範囲といいますか、結局実測のデータが分かんない場合は1というデータを入れることによって、どういうふうに拡散しているかということだけは分かるような仕組みになってたので、そういうふうに事前に言われている通りその通りやってますよということを発表したんですけれども、そのこと自体が今度報道されないんですね。その誤報である読売新聞のその不具合だということは報道したんだけれども、それを運用会社が訂正していやちゃんと動いてますよと言ったことは報道されなかったんですね。それが一つポイントだと思います。なるほど、犯罪的な意図的誤報と犯罪的な意図的誤報隠蔽ですよね。要するにじゃあ、まあ、事実関係としてはここでもうこういうふうに実際にはデータが届いていたということね、はい、実際にデータが届いていて、まあ、もちろん作動していて、はい、緊急時モードに移行、まあ、もちろんこの段階では外部の我々はこれを分かってなかったということですよね、はい、そうですね。実はこういうことが中で起きていたんだけど、何だって壊れてるって話をここでここでさせるわけですからね、実は壊れてたって話をね、はい、それが15日に壊れたって話になったと。で結局、出てきたのがまあここですか、23ですか、ここで初めて出てきたのかな。そうですね、23日に少しだけ、うん、4枚か5枚ぐらいですね、ちょびっと出てきたんですね、はい、出てきました、はい。で、もう一月以上経った4月の18日になって2000回以上の予測計算をしていたということが共同通信から出てきて、はい、でまあ例の統合会見の最初の日に、はい、あのパニックを恐れた、はい、のではないかというような言い方だったと思います。確かね、パニックを恐れたので出てこなかったのではないかというふうに細野さんがここで言ったのが25日と、まあ、ただこの辺のね、この辺のこの一番肝心なところですよ、3月の11から15あたりのこの辺の時についてはね、風向きによるその飛散の状況のシミュレーションみたいなのがあのドイツとかオーストリアとかベルギーとか海外のサイトで全部出ていて、日本だけそれがないっていう、うん、状況だったじゃないですか、うん、まあ、もちろんあったけど公表しなかったっていうことですもんね。でそういうのはなかなかやっぱ政府しか そういうその機能を持ってないっていうことで、日本では政府がこれを握っちゃってたっていうことなわけですね。で他の国は、まあ、政府が独自に自分たちであのシミュレーション、まあ、風向きなんていうのはあの共有されているデータなので、世界中であのまあ、外国では見れたということですよね。結局あのスピーディーともう一つその気象庁がやっている、はい、あの予測があって、はいはい、で気象庁がやっている予測はまあ世界中に共有されている、それがまああの情報発信されていたということですね、はい。
これもどうですか。じゃあ結局、まあ、スピーディーも早い段階からその共有されていた、ようですが、結局これはこれについては記者会見等ではどんな扱いになってたんですか、実際は。これもですね、結局この統合会見が行われるまでは私の方は、まあ、主としてやっぱり東電の会見で、そうかそうか、これは政府内の方なんですね。むしろ文科省か、しかも文科省ですね、スピーディーはね。そうですね、文科省あるいは法案で聞くことも可能だったと思うんですが、あんまり私自身は直接は聞いてないんですけれども、ただやはりこの流れで見るとその民間の事故調を見るとですね、4日間は政治家は知らされてなかったスピーディーな存在だというのが書かれてますが、ちょうどその4日っていうのはその読売新聞に記事が載った日になるんですよね。ですからここになって新聞で明らかになるまで官僚側は政治家にはこのスピーディーのデータを隠していたんだと、でいうようなことになるんじゃないかなって気がしますね。隠せなくなってきてっていう状況の中で、まあ、こういう不具合だなんだかんだっていうものが出てきた方、そのスピーディーの情報は実測値が入ってないから使えないんだっていうことを官僚側が説明をしてだということだと。今政治家の勉強不足も出てきてそれじゃしょうがないと思ってたっていう感じですか。そうですね、でもこれもさっきのメルトダウンと、まあ、同じようにね、その、まあ、これはむしろもっと大きな問題で、それこそ 何キロ圏だけではなくて、どのような方向にその放射性物質がその飛んでいくかっていうことがこれによってその明らかになるわけだから、まあ、それこそ本当に避難をしたことによってむしろもっと、うん、放射線の線量が高い地域の方に避難しちゃったような人とか、あるいは一番高い時にそこを通過して避難のような人が当然出てるわけですよね。でこれについてもちょっと なんでこんな情報を、ね、出さないなんてことをしたのかっていうのがどうしてもわからないところがあるんだけど、まあ、細野さんの言ったパニックを恐れたっていう言い方はね、結局さっきのあれでもちょっと符合するんだけど、もうこれ出ちゃうとやっぱ避難のエリアっていうのを大幅に広げなきゃいけないと。でもまあ何たって原発は安全なはずだから、そんな避難シミュレーションとか訓練とか全くやってないので、そう、まあ、まあまさにそれはパニックというよりもそれによって何か二次被害みたいなのが起きるとそれこそ責任取れないと思ったっていうふうに理解をすればいいんですか。どうこれはこのデータを握るっていうのは大変な決断で、しかも、まあ、報道で最近分かってきたのはもうアメリカには実は翌日から行ってたっていう話が出てますよね。日本には出てなかったのにアメリカには行ってたって出せって言われたんですね、アメリカに、まあ、それもなんかちょっと人的なつながりで外務省 の、文科省の誰かと外務省の誰かがたまたまなんかつながってたんでそのまま出たっていうようなことが報道されてましたけど、どうしてもちょっとこれが出なかった理由っていうのはそう簡単になんか自分の中で腑に落ちないんだけど、どうですか泉さんの感触として。まあ、私はやはりその崖の準備が整ってない中で、避難する準備が整ってない中でこういうスピーディーのデータが出ることによって、避難させられないことがそのまあ官僚側というか行政側の責任になっていくということを恐れたんじゃないかなと、しかも考えられないですね。避難させるやっぱりだけのキャパシティとか能力がないっていうことが分かってるということですか。うん、しかも考えようがないです。僕はねこういうふうに思うんですよ。これはね今ひずみさんのおっしゃったようなことであればまだ幸いだと思うんです。つまりパニックによる二次災害を恐れてね、組織のトップにいる人間がいろいろ合理的な考えをするべきであると、今これを出した時にどうなるかを考えろっていうふうにしてね、部下に思いとどまらせるとかっていうふうなことをしたのであればね、幸いになるかなですよ。まあ、改革すぎそれは、で最大限好意的に解釈なさったんだと思うけど、僕やはりかつての参謀本部の動きなどをねやっぱり参照せざるを得ないと思うんです。つまりこれはね決定をしなかったんですよ、出すという決定を、つまり何にしろ決定をしなかったんですよ。何もしなきゃ出ない、ね、つまりスピーディーをどういう時にどういうふうにして出すのかということについての組織内の規定がなかったんですね。なのでそれと当たり前ですけども、こういう時にスピーディーを使うべきだっていうふうな規範はないわけです。でそこにしかし日住先生のおっしゃったようにね、こういうことが起こるだとするとね、こういう時にスピーディーを出せとかっていう規範もないのにね、
その独断でスピーディーを出して、それによって何かが起こったら誰が責任を取るんだ、例えばメルトダウンもそうで、メルトダウンしているかもしれないが、していないかもしれない、お前炉心の中見たのか、いや見てない、だったら無責任なことは言えないんじゃないかっていうふうな議論、スピーディーもそうですよね、究極のことなから主義なわけ、そうですね、まあ、確かにそのスピーディー の, その活用 の,、うん、まあ、マニュアルみたいなのはあったんですけども、うん、ただマニュアルの中にどういうふうに市民に発表するかという部分は欠落をしてるんですよ ね, そすよね、何のためのスピーディーだったのかで、それがないんだったら、まあ、だから政府がためにあったってことだね、というか、つまり役人は前例のないことはできないんですよ、で前例のないことについては政治家が決定をするのが、まあ、世に言う政治と行政の分業なんですよ。でも政治が決定するためには情報がなきゃいけないんだけれど、で政治家に情報をどういうふうに上げるのかってことについてのルールもなかったので、役人たちはだからそのルールの枠の中でしか行動できない、あるいは前例のないことについてはできない。ただね、ただ今回その記者会見で、うん、まあ、幸いにも文科省の記者クラブにいる記者たちっていうのは一応こういうことを知ってるわけですよね、うん、ある程度文科省、長く、うん、まあ、科学技術省側の人なんでしょうけどね、うん、そうするとそれで、もうあえてそれを聞いてるわけでしょ、会見でもそのことを、うん、そうですね、もうそのことを言ってるわけだから、だから誰も触れなかったし誰も決めなかったからそのまんま言っちゃいましたっていうのは分かるけど、もうそれは一回訴状に上ってるわけじゃないですか、うん、で当然まあ会見をやった人は自分で答えられなくても、その直後にどうしましょうスピーディーのことを、つつかれてるんですけどっていうのは当然言ってますよね。だからやっぱりそれは稲田さんが言ったみたいなね、誰も決めなかったインディシジョンではなくて、出すのをやめようというディシジョンが なかったとしたらおかしい感じもするんだけど、どう、うん、それはあると思うんだけど、うん、ただね、そのディシジョン、つまり小手先のね、その嘘をつくことについてのディシジョンはどのレベルでなされたのかよく分かりませんよ、うん、出さないっていうのはおそらくある種組織的な共通感覚であり、うん、共通理解で、誰が命令して誰が服従したということではないと思いますが、そういう枠組みの中で、なんか記者がね、元鍵長詰めの記者がいろいろ聞いてきてるんだけどどうしましょうかみたいな話になった時に、適当に言っとけみたいな、とぼけろとぼけろと、うんうんうん、まあでもこのリーク、まあ、もっと言えば誤報ですか、この読売のこれね、これは本当はちょっとそれこそ事故調にもこの記者にヒアリングくらいやってほしかったですね、うん、まあ多分取材源の云々で明らかにはしないんでしょうけど、これがかなり、まあ、意図的な何リークっていうか ね, そうね、うん、ここまでの嘘をこうことするためのなんかこうリークっていう感じですよね、この不具合だったから出さなかった、まあ、読売の会社の方針からすれば、読売がこういう嘘をわざとつくのは理解できます。読売も嘘だと分かっていて、もしかしたら元課議長の議官かなんかがこういう発言をしたのかもしれず、ね、実際その両親は傷んでいないのかもしれませんね、うん、まあ、とにかくここで、ここで分かったのはもう2000回以上も予測をしていたということがこの段階で分かったと。で実は5月2日に最終的には5000万以上の、まあ、なんていうんですか、グラフィックがあることが分かったと。だからそれがずっと隠されていたっていうことなんですよね。でそれがまあ一番肝心なこっからここですよね。ここの一番放射能が飛散してどんどん広がっていく、ここでいずれにしても内部のみで握られた、でおそらく政治レベルにも上がってこなかったっていうことですよね。でこれはでもどうなの、やっぱりその自己調だの何だの言ってるけど、責任問題にはこれはならないんですか、これを出さなかったから被爆したとかっていうのは誰かが訴えなきゃダメなんですか。先生、僕も疑問なんですがね、これは例えばいわゆる不作為ですよね、要するにこれ業務上過失にも当たるかもしれないし、もしかしたら意図的な、ね、不作為による障害に当たるかもしれず、ずっとなんて僕素人のなりに思うんですけど、これをね、その何らかの形でですね、その刑事
案件に持ち込むことってできないんですか、ね、それこそご専門じゃないですか、ね、ですから、まあ、まず今のところその具体的な健康被害がそのまあ出てないっていうのが一つネックではありますね。そのまあその結果として怪我をしたりとか死亡したりというのがあれば動きやすいんですよ。でも万性だからもう事故になっちゃうでしょ。そしたらおそらくこんなのこんな5年10年なんて言ったらですから結局あのフランスなんかでもそのいわゆるその範囲にあたる特殊あの組織のトップが今その、うん、刑事的な手続きを受けてますけれども、うん、結局どうしても事故事故になっちゃうんですね。で、まあ、だからこそ本当はそういうことがないようにあのきちんと知っておかなければいけない。つまりあのチェルノブイリの教訓を生かさなきゃいかった生かさなきゃならなかったのに、まあ、それができなかったということに、まあ、なっちゃうわけですけれども、あのじゃあこれから先どういうその法的な、まあ、追及ができるかということになると、まあ、なかなか難しい問題はあると思います。ただ、まあ、あの幸いこういろんな形でこう表になってますので、昔であれば多分隠されたようなことがこのまま出てこなかった可能性もあるね、はいはい、少しずつ出てきているので、そういうものを材料に将来的に、うん、その刑事的な手続きを行うということも、まあ、可能ではないかなというふうに思っていますけれども、うん、はい、まあ、あとは損害賠償はでもあり得るでしょ当然、うん、そのまあ、そもそも放射線の高いところを、うん、はい、あの死亡とは知らずにその通過させられたっていうのを、ただだとしてもね、もう日々先生もう多分すごく懸念されてると思うんだけど、例えば甲状腺がんが疫学的な意味でね、ある地域にその統計的に優位にですねやっぱり増加していると分かったとしますよね。しかし個々の甲状腺がんの患者についてはそれが原発の放射線によるのかどうかは証明ができないですよね。難しいところありますね。その従来的な意味での傷害罪をそのまま当てはめるのは難しいですよね。だからまあタバコの時によく出る議論ですよね、それはね、だけど、まあ、例えばそもそもそこをそういうところにあのそうとは知らずに行ってしまったことから来る、うんうん、まあ、実際のその医者によって精神的なその被害っていうのはね、これが分かってれば行かなかった、うん、そうですね、でしかも情報を持ってたわけだし、ね、で意図的に隠されたわけでしょ。その風評被害と同じでね、パニックっていう言葉の誤用がありますよね。ここでもそのことは議論したことがあるような記憶していますけれどもね、例えば映画館のような閉鎖空間でその誰かが火事だって叫んだ時にはね、全く情報がない中で、簡単に言えばそうですね、あの要するに不安でも情報が全くない状況であるがゆえに合理的な行動ができないというところからある、まあモブ的な現象が起こる。これは確かにパニックですよ。でしかしそうではなくて、情報が公開されてこれがこの程度危険であるというような情報があって逃げるのはパニックではなくて合理的な行動ですよね。だからその時に例えばあの避難先がまだ準備できていないとかね、避難ルートが非常にこう細くてですね集中した時に混むとかっていうのはこれパニックではないんですよね。でもちろん震災の時僕も経験しました。渋谷のすり鉢状のところ、歩いて渡るのに何時間もかかりました。それは歩いたら渡れると思って車を放棄して移動しようと思ったら満員電車状況で全く動けなかった。しかしパニックには全くなってなかった、ね、つまり多分そういうふうになるだけの話なんですよ。でパニックになるっていう言葉がですね使われる時にはこれはあのエリートパニックっていう議論ですでになされてるけど、あの実際にはあの虚偽の妄想ですよね。簡単に言えばね、責任逃れのためのねパニックを恐れて何々しなかったっていうのはね、情報があれば人々は合理的な行動するだけの話ですね、うん、ちょっとまあ話してみましょう。これがスピーディーですね、うん、でもう一つ、まあ、本当他にもいっぱいあるんだけど、もう一つこれもこれは結構日見さんがこだわった一つじゃないかと思うんだけど、あのこれです。で20じゃなくてね、これはね要するに津波なのか想定外かどうか、想定外だったのかどうかっていうことで、その想定外にも非常にやっぱりこだわりが、こだわりがというかそれをなんとかそういう話にしようと持ってったじゃないですか、うん、ちょっとここはどの辺がポイントなのかって言っていただけますか。これはですねやはりあのもうすでにですね、あの心当たりですね、うん、FCE とかがですね、はい、その
同じような問題、6年段階ね、電源喪失、全電源喪失のような問題があるんじゃないかとかっていうようなことを言われたりしてるっていうのがまず一つと、これは2006年ですね、2006年の段階でね、はい、それからもう一つは実際にじゃあそういう全電源喪失が起こりうるような可能性があるんだということが2008年頃からですね、いろいろなその論文が出てきてですね、分かってたと実は、にもかかわらずそのことについてきちんとした形で保安院に報告をせず、保安院側も一応報告は受けてはいるんだけど、ここは東電ね、ここは東電、東電ね、まず東電でそういうことが分かってたと、はい、でそれが保安院に2009年の9月に東電がまあ一部保安院に説明したと、でここの時まあ保安院側は6メートルを超える津波だという言い方をしていると、で東電側は9メートルを超えるという説明したと言ってるんですが、少なくとも 5.7 メートルしかないもんですから、今現在の堤防が、堤防がね、そうすると6メートルを超えると当然も水が入ってくるわけですから、じゃあ6メートルを超えるという報告を受けたらそれで大丈夫かどうかということをきちんとフォローしなきゃいけないし、指導もしなきゃいけないんだけれども、これをずっと放っといて2011年3月7日事故の直前になってさらに10メートル超の可能性があるという説明を、まあ、東電側が本案にしてます。これでも直前だったのね、2011年の3月7日に、はい、その10メートル超の可能性があるって地震が来る4日前に、はい、それ言ってたんだなんか予想したみたいな動きですね。これ自体が本当にこの時期にこういうことがあったのかどうか、うん、今になってこの2009年9月に受けてたことをなんかこううまく説明する、まあ、なんて言うんでしょうね、ちょっと分かんないんですけど、これ自体もよく分かんないですね、クリスマスの可能性がある、可能性があるかもしれません、ちょっと、うん、はい、でまあ11日を迎えて、はい、はい、でその後はもういきなり想定外だという説明をもうしてるわけですね、うん、はい、3月13日にはもうそういう実際に事故の2日後ですから、それが本当に想定外だったかどうかなということをこの段階で軽々しく発言できるはずがないんですけれども、もうそういう説明してると社内で実際には2008年頃からこういうような、まあ、ことが試算がされてたんですね。これは多分やっぱり霞が関文学的でもありますよね、うん、現行のシステムが想定している津波の高さはこれであるっていう意味で想定という言葉を使えば津波は想定外ですよ。でもしかし我々の側からすればね、東電の設備が何を想定しているのかなんて知ったことじゃなくて、現実にその学会、地震学会等でですね、どういうことが言われているから何を予測可能であるのかということ、でも現行のシステムが何を前提にしているのかなんてことはどうでもいいんですね。でそういう意味で言葉のすり替えをやってっていう、そう、東電のシステムは 5.8 メートルですか、しか想定していない、知ってるよそんなことはってことです、はい、だって 5.7 しかないんでしょ高さが、そうですねなるほど、まあこれちょっと今回ね、メルトダウンとスピーディーと、まあ、想定外っていう3つのキーワードで、まあ、どういうような隠蔽があったかっていうのをちょっと見てたんだけど、まず宮内さんどうですか、まあ、他にもいろいろある中でちょっとこの3つを見た上でのまず全体の印象としては、これはだから今消費税問題がね、かまびすしく語られていることととってもよく似ていて、要はその特会特別会計のシステムを変えない限り、あるいは産業構造改革をその遂げることによってですね、要は新興国が簡単に追いつけないような市場で頑張らない限りですね、それこそ一生こうなりてバンクをつかる、つまり企業が残るのは所得配分を限界まで下げた時だけということになり、あるいは一般会計だけを見て増税したところで、それはむしろ特別会計における官僚の利権を温存するために他の部分を犠牲にするという仕組みになってしまったりということになってますよね。つまり丸書きで繰り返し扱ってきたように、俯瞰した視線から見ればそのいずれ消費税の増税が必要であるにしろ、その少なくとも焼け石に水の状態を回避してからでなければ増税は意味がないですよね。でそんなことは自明なわけです。で野口さんとかね、高橋洋一さんとか、それぞれ立場は違えど、そうしたことを警告を繰り返し繰り返し言っている。で僕は以前菅さんと
まあこのマルケナと飯を食った時にその話を菅さんにしたら、いやその話よく知ってるよっておっしゃってました。でまあつまりこれ面白いですよね。東電にも経産省あるいは保安院にもですね、その上岸地震についての情報はすでにあり、地震はもちろん反復しますのでそういうことがあり得るってことはただ分かってるわけですよね。放っておいたらどうなるということは分かっていながら対策を取らない。で対策を取らない大きな理由は自分の目の黒いうちは大丈夫なんじゃないかってことなんでしょう多分ね。うん、いつか起こるだろうと。ただね問題はその、まあ、今回も今1年振り返った時に明らかにそれこそ井上さんなんかが会見に出てねどん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 追及していったから徐々に認めざるを得なくなっていって結局最後もう認めた内容と最初に言ってたことが明らかに違うというか嘘だっていうことが分かったわけですよね。で嘘でまあひでえなっていうふうに思うだけじゃちょっと話があまりにも僕は小さすぎると思って、その後それでじゃあどうなんだと。だから例えば、まあ、さっきちょっと責任にこだわったのはねその責任追及がもしなかったとしたらばやっぱり次も何かあった時はまたごまかすじゃないかというふうに思うんだけど、その、まず一つは、まあ、やっぱ責任の問題ちゃんとやんなきゃいけない。もう一つはやっぱりそれがある種構造的な問題から来るんだったらばこれだけ取って何あどこはと言ってもダメで、その構造自体はやっぱ変えないと難しいですよね。そこは井上さん自身